ハチマル TV スタート。9月21日3連休の初日です。川崎市宮前区に来ました。椿の木かな、椿の木の真ん中ら辺に小型スズメバチの巣があります。よいしょ、はしごかけたんで巣穴はあそこ見えるかな、巣穴見てみましょうか。巣穴ありましたね。よし、じゃあ取れますね。じゃあちょっと準備します。じゃあ行くよ。アラスジェット噴射。ちょっと形がいびつですね。まだね、そんな飛んでってません。大きさはそんな大きくないですね。お、これ違うか。こんな感じで。飛んでるでしょ。飛んでるの？あんまりないですね。じゃあね。ちなみにこれね、チャドク川に発生しちゃっててね、ちょっとここら辺あまり触れたくないので切っちゃってますね。そういうことなんですね。そこら ちょっとね、いつもより手間取ってしまったんですが、チャドクガがやっぱりね、いっぱいいたんで、ちょっと慎重に刺されないようにやりました。そうですね、これね、多分ね、これも今年の巣ですよね、新しいもんね。チャドクガ触れると刺されちゃうんで、ちょっと用心しながら分解ですね。蜂の巣を分解してみました。この巣がここに入ってました。こんな感じでね。なので壊されたんですね。これをここに入ってたということはね、
壊されて、これももっと大きかったやつね。この2層目だったんですね、もともとは2層目でこんな感じでもうあって、のこれが3層目、違うか、そうそう3層目、またはこれが2層目だったわけですね。まあ、これははまるからこれが1層目かもしれない。でこれが2層目でぶっ壊されて落ちちゃって、また巣をここに再建したというような、そんな巣ですね。で女王がこれね、女王これまだね、他にも大きいのはいるので、来年の女王は生まれてるのかな、9月の21日ですけどね。まあ、これがとりあえずの女王ね、これ女王で、こんな感じか。女王1匹ですね、まだね、これね。これはケツが若干大きいね。来年の女王かもしれないですけど、ちょっと分かんないですね。カラスに笑われてしまいましたので、終了。チャンネル登録をお願いいたします。作業エリアは、東京、神奈川、埼玉です。電話番号は、080-9171-3688 です。終了！